潮の六角古墳は、兵庫県姫路市安富町塩野にある古墳。形状は六角墳。兵庫県指定史跡に指定されている。本項目では、潮の六角古墳の南東にある潮の古墳についても解説する。兵庫県南部、林田川右岸の丘陵山腹に築造された古墳である。 1990から1991年に発掘調査が実施されている。噴景は六角形で一辺約4メートル、大辺長約7メートルを測る。噴景は半築でなく通常の森土による。噴景周囲の内前面には外語列石が巡らされるほか、噴景背面には幅1.3から1.9メートルの周光が巡らされる。 主体部の埋葬施設は、無袖式の横穴式石室で、六角形の角の位置において、南方向に開口する。石室の規模は、全長4.24メートル、開口部幅1.1メートル、奥壁幅0.8メートル、高さ1.3メートルを測る。開口部には、扁平な石を置き、奥壁部には、隠れ木五を置く。品は、極めて少なく、 末期のみが検出されており、いずれも、感情に置かれたとみられる。この使用の六角古墳は、古墳時代終末期の七世紀後半頃と、推定される。被装者は明らかでないが、林田川沿いの平野部を治めた人物の墓と、推測され、特に、張間国風土器、平城旧石出土木管から、山部氏と想定する説が挙げられている。高角慶墳は、同郷、 仏教思想に由来すると言われ、特に古代の天皇陵にも採用された八角墳が多く知られる。それに対して六角墳は本古墳が全国で初めての確認例であり、現在では他に丸子山古墳、奥池三号墳のみで確認されているとする説があるが、正木一号墳や杉山栄号墳も六角墳とされる。古墳域は1995年に、 兵庫県指定史跡に指定されている。塩の古墳は塩の六角古墳の南東にある古墳。形状は円墳。兵庫県指定史跡に指定されている。墳形は円形で直径7メートルを測る。墳丘北側には修行が巡らされる。主体部の埋葬施設は無袖式の横穴式石室で南方向に開港する。 原質と沿道とでは20から3 0トルの段差があるほか、原質には大きい石材、沿道には小さい石材が使用されるという、原質と沿道の明確な区別が認められる。また、沿道の規定石の上に、原質の規定石が乗ることから、先に沿道が構築されるという珍しい例になる。使用の古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。